いてのエピソードはこちらの VTR どうぞ。乾杯。乾杯。これはとある合コンで起きた話。てかさ、2人は何してる人なの？私はアパレルやってる。この子とは大学の同級生で。そうそう、私は事務系やってる。お二人は何されてる方なんですか？俺は IT 関係。こいつは地元が同じなんだ。地元ってどこ？山形。まあ俺はプリンス王国って呼んでるけどね。何それ面白い。ここでプリンス。何それ面白い。菅野さんってモテそう。顔もかっこいいし。いやいや全然そんなことないよ。おいおい、今日の合コンはのっけからいい感じだ。二人ともいい子そうだし、どっちにしよっかな。お仕事何やってるの？俺は一応お笑い芸人やらせてもらってます。そっかそっか、芸人なんだ。そっかそっか。テレビに出たことあるの？いや、まあ、まだテレビは出たことないんだけど。お笑いコンテスト優勝したことある？まだ予選敗退。今お笑い一本でやってるの？収録でスーパーで働いて。いつまでそういう感じ？まあ30歳までには。え、一発ギャグやってよ。芸人のくせにノリ悪いな。てか休みの日って何してるんですか？ああ、俺はね、前に聞いてねえよ。これはやばい。全然いますね、これね。マジ？こんなまだマシな方か。そうなんだ。プリンス王国のなんであのボケ知ってんだろ。俺がコンパで地元どこって聞くときにプリンス王国って言ってめっちゃ滑るっていう。俺とコンパ行ったことあるよ。たくさんで。内通者が面白い人。内通者。最初の自己紹介で、あ、フェニックスって呼んでくださいっつってボケで。そっから朝までずっとガチでフェニックスって呼ばれた。いやでもこれもう我々はあるあるですよ、ね。いやめっちゃあるある。これはコンパだろうがなんだろうが。まあ、でもまあ女子からしたら本当に結婚したいと思って来てるのにおふざけチームでこっちが来るから、いやそういうのじゃないのよっていう女子の気持ちも分かる。なるほど。だからあの態度でしょ問題は。芸人ってなった時にそのちょっと上からというか、なんかいろいろ言ってくるあの態度がちょっと問題あるというか。こういうコンパを僕はそのゆうきくんと20代前半の頃数々やってきて、で、ゆうきくんはたどり着いたらしくて、その当時言ってたのが、面白いことやってって言われたら、もうやれいいんだよ、俺たち芸人だからよ、そうかっこいいって言った時に、その後日、まあコンパみたいなのがあった時に、ちょっとこういう V 出てきてる女の子が、あ、芸人なんだ、じゃあ面白いことやってって言ったら、まあその当時、ゆうきくんが小栗旬さんのはいはい、ちょっとテレビ出てる時期で、あ、わかりました、やります、はい、小栗旬だってただキレてるゆうきくん。いや小栗旬でもなんでもねえじゃん。綺麗じゃないから。かっこいいだとは思いましたけど、意味わかんねえよな、向こうからしたら。小栗旬さんに悪い。なるほど。どうしてました？面白いことやってんの？まあなんか やってたけどね、その場で。で、まあ受けなくて、それでブチ切れてた。あらいやマジで。なんかさ、面白いことやってや。なんか面白いことやって。もしもし、あ、これ靴だった。笑うなよ、今は。笑うなよ。お前がずっとつまんないわ。つまんない。ほんとに。怖っ。怖い。怖い。はい。何でしたっけ？おじさんもそうだよ、でも。うちらもうちらで言われるからね。あ、そうなの？芸人が、そう、なんかやるのよ、みたいな。え、おじさん側が？バイトとかしてる時とかに、芸人なんですってやっぱ言われたりして、なんか面白いことできんの？できないの？つまんないね。いいや。あ、で、おっさんもいるってこと？おっさんもいる、おっさんもいる。うわぁ、でも、なんか俺一回マジシャンの人と飲んだことある。その時に、なんかちょっといいっすかって言ったのね。で、なんかその人がめっちゃ簡単なトランプパッてやってくれたの。うわ、すげえってなった。これぶっちゃけ何でもいいからやってほしいだけなの。だから多分何かやってくださいって意外とそんな深い意味はないんじゃないかなっていう。あ、なるほど。あ、でもあれはやってた俺。あ、じゃあ一緒に漫才やりましょうよ。ああ、その巻き込むパターン。そうすると言ってきたやつもうってなるから、で一緒にやってなんかボケたりしてこっちが突っ込んでちょっとウケたりするじゃん。そうなると、その時にあ、お前すごいんだねみたいな、なんか感じになったりするのはあった。え、うまー。それ結構いいの。確かに。ちょっと10年前に教えてほしかった。
さらだけど。テベーラーのお二人、今 YouTube チャンネルが11万人登録者いるということですけれども、うん、どうですか、そのまだだから100人とかそれぐらいの時からに比べて周りの人からのこのなんか接し方とかって変わったりしましたか？結構変わる、まあ、なんかまだ11万人多いとは思ってないんですけど、比べるとやっぱり、うん、そう、100人とかの当時の時は結構バカにされたり不明で多かったんですけど、やっぱ11万人ってなってくると、うん、DM とかで、うん、全く仲良くなかった人、うん、フォローし合ってるっていう中だけの人たちに、うん、そのすごいじゃんみたいな、今度遊ぼうよ、うわー、結局ね、やっぱりいるんだな。そうです、結果が出た後にそうやって言われるんだよね。当時のだからそういうこと言ってたクラスメイトとかが女の子に、私てめえらっていう YouTube 好きなんだよねとか言ってたら、うん、俺あれだよ、高校の時一緒だって、あー、言ってるね、会いたい、俺に電話してみるとか、あるかもしれない、ね、そういうのあるもんね、そういうので逆にそれで、こう来る人はそういう人なんだなと思って、態度変わらない人はいい人なんだなと思って接する、そうね、逆にいいんですけど、変わらない人も、まあ、応援してるよっていう、そういう人はもうずっとやっぱやっていける感じ、最初からやっぱ応援してくれた人のことは忘れられない、はい、そうですね、なおたむさん、お話ありますか？血液型で拒絶してくる人、あー、わかる、マジわかるわ、めちゃくちゃわかる、拒絶まで、何型ですか？うちは B。あ、B です。うん、で、なんか B って、なんか燃える、なんか B 型あるあるみたいな。マイペース。時間にいる。自己中。自己中。人によるわ！なので、ね、急に言うね。人口何十万人いるのに、何十億人、いるのに、そんなね、カテゴライズしなくても人と人として関わっていくのがいいかなって思う。確かにね、大型でも、なんかそういうマイペースな人いるし、 A 型でもそういう人いるし、全然几帳面じゃない A 型もいるし、なんか A 型がイライラする動画とか、うんうん、あるね、今ね、いや人によるよ、はいはいはい、確かにでも B 型が一番なんか食らってる感じは確かに言われる、なんでなんだろう B、 あ、なんなんだろうね、勝手にだって B 型ってなんかもう自己中みたいなね、言われ方はするしね、なんかもうそれだけで判断するのってすごいなんか人間味を失ってるような気がして、そう、逆になんかその女の子の方がそういうなんか血液型とかもそういうの結構なんか気にするのかなと思ってたけど、そんなことはないんだ、なんか気にされすぎて、なんか血液型とかそういうので判別して判断しない人と一緒みたいな、いいところを取り入れて、マイナスなところはちょっと受け流す程度で、そんな本人が一番いい活用法かもしれない、はい先生ありがとうございます、この番組の池上明みたいな、いや本当ありがとうございます、ありがとうございました、さあというわけでそろそろお別れのお時間でございますが、まあ今日出てきたニキネキで印象に残ったニキネキいましたでしょうか、どうですか？でも蛙化現象はよく言葉は聞くんですけど、言葉が独り歩きして私もその詳細まで知らなかったりだったり、知らなかったりですとか、あと対処法だったりとか、なんか結構問題にはなってるけど、じゃあこうしようっていうのがあまり見受けられない世の中なので、なんかそういうところもそれだけこの世の中の SNS の意見がたくさん集まる、メディアがあるんだったら、なんかこういうのも今後出てきたらいいなっていうので興味関心を持ちました、コメンテーターの締め方素晴らしい、すごいもんね、ワイドな高校生してるよ、出てきたみたいな、ちゃんとしてるもん、てめえらのお二人から見ていかがでしたか？そうですね、自分も蛙化現象とか周りの方もいろんな話聞いて楽しかったんです、怖い僕らはやっぱりあなたのマネキンの話が聞いてます忘れてくださいあれが忘れられない、自分なんか だいぶ怖い話になっちゃったんですけど、結構財布の話とか、先生が解決してくれたんです、確かに先生がね、だいぶそうだね、大事にくれたからね、フードロスの話からいろいろと気になっていただきました、スッキリして終われたんでよかったです。パーティーちゃんはどうでしたか？いやね、やっぱりその、まあ、小口とか、白髪とか、まあ、九条とかなんかそういうものをいっぱい見れて、いやそれネギの話じゃねえ、おっとっといけねえいけねえまた来週終わり最悪巻き込みすべりなんだけどこの番
な男女ニキとデキの体験談を募集中です。コメント欄やメールにて受け付けております。あなたのエピソードがショートドラマになるかも。どしどしご応募ください。チャンネル登録、感想、コメントもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。